っぱみんなで何かやろうっていう気持ちがやっぱすごく強い学校で、みんな一人一人が自覚を持ち始めるから、自分はこういうことをして体育祭を成功させるんだっていうのもあるから、そういう意味でやっぱ仲間との信頼とか絆とかそういうものはもうかけがえのないものにあるし魅力です。個人個人がそれぞれ自分のやりたいことをやって、まあ、行事全力でやりたいって人も、まあ、そういう人たちはまとまって行事を楽しむこともできるし、逆に行事からちょっと距離を置くっていうのも許されるから、そういう意味で多様性がその尊重されるのがいいところかなっていうのは思って、